でね、よーく混ぜてあげてください。ぐらいですね。どうですか、皆さん。はい、どうも、料理のお姉さん、リュウジでーす。はい、ということで、今回はですね、JA グループ北海道さんのですね、天下統一プロジェクト参加させていただくということでですね、北海道尽くしでございます。まあ、ここにね、北海道産のグラニュー糖3つ並んでると思うんですけども、こちらのね、グラニュー糖を使ってですね、僕に非常に似つかわしくないものを作りますね。電子レンジで作れるチーズのテリーヌ。お前こんなもん作れるのかと。実は作れるんです。いつもよりちょっと手間かかるんですけども、レンジで作れるっていうのが非常に簡単なレシピになりますので、これね、覚えておくとめっちゃいいと思います。今回はとっても簡単な作り方でやっていきたいと思いますんで、やっていきます。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、材料説明いきたいと思います。まずですね、北海道産の生クリームです。はい、 35% のものを、使用してます。まあこれ、もうちょっと乳脂肪の高いものでもいいです。あの高いものだと、こってりするんですけども、まあ、僕はこれぐらいの、35% ぐらいのが好きです。はい、北海道産の生クリーム、クリームチーズですね。これが 100g になります。北海道産のグラニュー糖、これが 30g。 グラムね、測ってください。お菓子なんでね、お菓子はグラムちゃんと測ってください。小麦粉、薄力粉になります。今回は薄力粉が大さじ1、まあ、小さじ3ですね。 L サイズの卵は1個、レモンの汁です。はい、これまあ生のもん使ってもいいんですけども、今回簡単にコンクタイプのものを使用します。で、必ず北海道産のグラニュー糖を使ってください。はい、じゃあですね、やっていきたいと思います。まずですね、最初に用意していただきたいのがザ・アッケシシングルモルトスピリッツですね。これは気を使ってくれた JA さんが送ってきてくれました。はい、JA さん、このチャンネル見ていただいてありがとうございます。天下統一プロジェクトということなんですけども、こいつで僕を天下統一していきたいと思います。レシピを注いでいきます。そして僕を天下統一していきます。めちゃめちゃいいウイスキーの香りがしますね、これね。うまい。いい酒入れちゃうとちょっと僕でもうちょっとね、テンションなくなっちゃうんだね。このクリームチーズ、100g ですね。こいつをこのガラスボウルに入れていきます。で、このまんまラップしないでいいので、30秒チンして、ちょっとね、柔らかくします。そうするとね、もうこれぐらい、はい、クリーム状になってくるんですね。北海道産の、グラニュー糖、これをサラサラと。グラニュー糖だとね、サラサラしてて結構溶けやすいので、グラニュー糖を、使っていただいた方がいいと思います。で、よーく混ぜてクリームと一体化させていきますね。そうしましたらですよ、卵もうね、1個ね、割り入れちゃいます。こうやってで、またね、混ぜていく。卵の成分でね、固まっていくんでね、これね。そして北海道産の生クリーム 100cc 入れていきます。はい、ぐる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 回してね。レモン汁です。レモン汁はね、大さじ半分、これぐらいかな。はい、レモン汁が入ることによって爽やかになってね、爽やかになるんです。小麦粉なんですけども、これね、少しずつ入れてください。あればね、なんかね、ふるいかなんかにかけた方がいい。ふるいがないから、このアク取りでやります。はいね、はい、で、まあ、トントン、やりながらね、ふるいにかけていくと、はい、少しずつ混ぜていくと。こうするとね、ダマになりにくい。まあ多少ね、ダマになったとしてもうまいから大丈夫です。3回ぐらいに分けて、やっていきます。今回たっぷり乳製品を使いますんでね、こんな感じで混ぜていきます。はい、こんな感じで、混ぜていくと、ほらダマになってない。でね、よーく混ぜてあげてください。630ml サイズの耐熱容器になります。はい、こちらにですね、丁寧にやる方はここにキッチンペーパー引いてください。そうすると形が良くなって、剥がす時にちょっと簡単になるんですけども、これサラダ油ほんの少し、バターとかでもいいですよ。はい、そしたらこういう風にね、塗っていくんですね。こうするとくっつかなくなります。まんべんなく、油塗ってくださいね。最後にね、剥がしやすくなるので、チーズのね、素をね、チーズテリーの素を入れていきます。はい、ここに入れ込んだら、ちょっとね、トントンしてください。
トントンすると下から気泡がね出てきてね滑らかになるというかね。このまま1分、600ワット1分50秒、500ワットだと2分20秒ぐらいかな、レンジにかけていく。これね何回かに分けてやっていくので、これを電子レンジの中に入れて一旦加熱します。これね3、4回に分けるんで、はい、じゃあですね今1分50秒やったんですけども、こんな感じ、もうねちょっと固まってるんですよ。これこのままずっとかけていくと一つのところだけずっとこうモコモコになっちゃうので分けてやります。600W 30秒、500W だと35秒ぐらい。段階を踏むことによって、中心と外側の温度の差をなくして均等に火を入れるっていうような効果がありますね。じゃあ3分じゃんと思って全部で3分じゃんと思って3分やるとモコモコになって大変なことになりますんでね。どうしましたら、はい、次はこんな感じ、周りが固まってるのが分かると思います。これでまた20秒。500ワットの人たちは、ちょっと長めにやってください。500ワットの方がうまくいきます。低い温度で、やることによって均一化されるんですね、火の通りがね。はい、まだですね20秒やっていく。はい、ということでどうでしょうか、こんな感じになります。でね、まだね、中ね、ちょいプルですね。もうちょい固まらせたいんですね。まあ、プルとかもうちょっと固まらせたい。まだプルプルしてるんですけども、こっからね、粗熱取ってくんで。もう10秒やるか。これぐらいですね。これで大丈夫です。そしていただいて、粗熱を取ってきます。はい。粗熱を取って、冷蔵庫で、できれば冷蔵庫で一晩。時間がなければ、冷凍庫に入れて冷やしても大丈夫です。冷凍庫だと1時間から1時間半ぐらいで、できると思います。粗熱はどれぐらいで取れるのかと、常温で置いといて30分ぐらい、20分冷やして粗熱を取ってから1時間冷凍庫で冷やしました。触った感じも完全に冷えてます。この状態でパカッと抜けましたら拍手かす。どうですか皆さん、半熟なのが売りなので切り分けていきます。非常に良いですね。スペアミントを飾りで買ってきましたので、こいつを盛り付けていきたいと思います。まあちょっと生えてる感、半熟レアチーズテリーヌの完成です。はい、ではですねできました。早速食べていきたいと思います。いただきます。ちょっとなくなってしまったので、せっかくですからちょっとねロックでも、あ、ロックで飲むと全然違うわ、これめちゃめちゃ味わいがある。チーズテリーヌいただきたいと思います。半熟感、これがね、このテリーヌのね、最大の特徴なんですね。いただきます。これはうめえわ。半熟感が非常にいいですね。真ん中がね、トロトロなんですよ。とろける上品な甘さはね、北海道のグラニュー糖のね、いいのかな、こんな楽しんじゃって。ぜひね、この北海道産のグラニュー糖と北海道の生クリーム、パッケージシングルモードね、合うよ。うまいな。ぜひね、皆さんね、これらの食材を使ってぜひ皆さんやってみてください。はい、ではですね、今回 JA グループ北海道の天下統一プロジェクト、こんな感じですけども参加させていただきました。ホームページね、概要欄にありますので見ていただきたいなと思います。こちらのレシピと北海道産のグラニュー糖でですね、ぜひ僕と一緒に天下統一しましょう。